はい、どうも皆さん、こんにちは。ジャオリンゴと言います。ヘルビスアザーデーもまた続きいきましょう。じゃあ、最初にボスっぽいやつ倒したんで、また枝分かれですね。どっちがいいかな。じゃあ、左から行くか。行きまーす。やっぱりね、ウェポンが変わると、戦闘ね、明らかに楽になったなと思うんで、お金大事に行きましょうか。ショットアナスとジェム吸い取れる？吸い取れる。はいはいはい。そういう効果もあるんですね。じゃあ行きます。ちょっとおさらいですけれども。おあ、なんか、ちょっと待って、こいつ強くない？耐久が明らかに高いですね。まあ、ステージ1は終わりだというところでしょうか。おこの黄色エリアは何でしょうね。ベルトコンベヤーみたいにもありますし、ちょっと機械チックな敵が多いのかな。アイテメットも撃てまーす。ちょっと待って。あ、やべ。もう終わり？本当に？鼓膜ダメージ受けすぎだな。ビジュアライズするか。ちょっとこれでもダメだったら、右のステージ行ってみるわ。まあ、同時に出てる以上ね、かなり、レベルは近いのかなと思いますけど。よし。強化してから戻ってくるのもありでしょう。体格は明らかに高いなと思ってるから。ハートは残しておけば、残しておくことは、ね、できないんで。あ、2も減ってんの？辛いね。あー痛い。辛いね。ちょっとね。ダメだな。ちょっとこっちじゃないかも。しょっぱなからですけど、地獄を見せられているので、ちょっと行きます。まあ、ここは360条地獄なんですけど、本当にね。じゃあ行きましょうか。まあ、これやられてはいるんですけど、なんでしょうね。地獄で何が悪いっていうぐらい楽しいゲームではありますね。スライム。あ、こっちかな。まだこっちだと思う。どうですか、体感的に、見てる人的にも、多分、出現のね、なんかパターン的に、こっちが順当なステージ2かなって感じしますよね。というわけで、まあ、といっても、まあ、こうやってね、アルティマが出たりするんですが、気は抜けないかなと思う。おお、前に来た。で、掃除しましょうか。あ、ハートだ。やっておこう。うん、まあ、ここなら許せるでしょう。何気にアルティマを使わないで行っちゃった。じゃあ、どんどん行きます。確か前のエリアにあった違うウェポンが、いや、あれ大丈夫。確か4500円ぐらいだっけ ?4000 円台だと思ったんですが、それを買うのを目標にしてもいいし、まあ、新しいね、このマップならではのものを探してもいいかなと思ってます。おお、なんか、やべ。ちょっとやばい、弾幕形成されるな。誰だ。あー、こいつだか。やばいな、1しかないですね。あ、いて。うん。まあ、雑魚的といえば、ほっといてはいけないですね。もう一回行きます。だいたい体感として1分とかね、それぐらいのステージが、こうやってね、今日も続いていく感じですね。すげんし、悪かったな。頭打ちちゃったね。で、そうなの、ここだな。下からの溶岩みたいなやつと、かつ、こいつ合わさると厄介だなと思ってましたが、やっぱ厄介。アリティマをもらった。ほこほこ。あ、やべ。命はまだあるが、ちょっと待って。あんまり悠長なことはできないな。ちょっと使うタイミング間違えたかな。ハートは貴重。よし。結構視点くるくる回りますが。よし、残った。お店はちょっと遠いですが、続けましょうか。アドボクシャからタイマーオプションでお選べます。確か1個ぐらい見た、持ってるはず。出現は、うん。まだいるね。おお、とととととと。
お、いろんなところから垂れ流してくるんだな。まあ、中央キープでここは大丈夫っぽいんですが、ハートをね、取れるか、取れたね。よし。攻撃を貫通してくれるんで、落ち着いていけばいいかなと思うけど、左右囲まれると痛いやん。おぉ。あー、痛い。アルティマはもらっておいて、これ終わっちゃった、終わったんか。あ、まだいるじゃん。あー、そこか。強いですね。ちょっと食っちゃうか。今のところね、あの、まん丸いやつが一番きついかなと思う。耐久力もあるし、ショットが、なんだろう。すごくね、静かに打ってくるんですけど、避けやすいかというとね、出現位置的に結構前に当たっちゃうことがあるから、大変だわ。倒して、掃除。あ、しまった。ポジション作って打てるかな。あ、やべ、爆発したな。ちょっと危ない、危ない、危ない。あーぶ。あー、しまった。しまったな。一瞬頭冴えたんだけど。せっかくだ、いろいろと武器の展開を見てみるか。まあ、どうしても、上のショップとかに行くにしても、あと一戦とかあるから。あ、てか、こっちにも行けるところあるのか。ここは、見える強化はどんどんしていきましょうか。ギア枠。まあ、安いやつも取った方がいいよね。まあ、まずはメイン武器から。よし。試し撃ちしてくるわ。ツインシューターですね。お、両側撃つ。あ、強いじゃん。ただ範囲がどうかっていうところだよね。で、僕今思うと、ダッシュを全然使ってないなと思うんですが、まあそんな暇ないですね、なかなか。ダッシュはまあ右から左にね、どうしても避けきれない時に走るようなやつだから、そんな使えない時があってもしょうがないかなと思うんですけど。ただ敵の弾幕に当たってしまうぐらいだったらまあ、それはダッシュ使い時なのかなと思う。これね、普通にバランス良くて強いんですが、自分と敵のね、攻撃を一瞬見間違うことがあるから。白エフェクトだからね。お、結構高いところも来てくるんですよね。終わった？おー、ちょっと待った、あいつか。来たね、トゲの上はきつい、きつい。どこ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 、そうか。破壊。お金回収できないのきついな。あ、やばい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 。容赦ないっすね。リトライします。ここもしかしたらツインショットじゃない方が、立地的にいいかもなとは思ったんですけど、まあ、せっかくもらった。じゃあ新しく買ったもんだから少し性能を見切るためにこれをつけてまた行きます。まあ左右の安全というかそう攻撃できるのはいいよな。そうか、あんまり今まで意識しませんでしたが、こういったお金をね、ちょっと離したタイミングで、やっぱ確かに回収されてるな。なんか実感できたけど。そんなこと言ってる暇ないんですけどね。取って取って。ふんわり落ちるのも大事だよな、きっと。もっとね。あ、痛い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 。うわぁ。ハートは貴重。あいつのショットはなんとかして歩き、まあ、あー、たくさんいるな。こういう時は逃げ時か。こいつさっさと落としたいんだが、
たまられますね。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。終わり？終わりだよね。あ、ほっと。普通に強いですね。これはね、エンドレス。エンドレスなの？入りたくないよ。ちょっと安いものを買ってみましょうか。意外とダメージ受けるってことは、日常的かなと思いますので、じゃあ、敏感肌を。はい。トゥルウェイム、ショットより正確に。ああ、大切そう。バレットグリース、ショットより早く遠くへ。あ、これ絶対いいな。細いものをちゃんと買っていきましょうか。エンドレス、エンドレスってエンドレスなのかな？困るよね。ちょっとウェーブガンにするよ、今日。あ、いや、もうちょっとだな。もうちょっとここら辺は。ギアが多すぎる。何か？ん？はいはいはい。外すかショップでギアを変え。変えか。あ、そっか、アップグレードが、ギアというか、ギア全部これだよね。つまり、これを装備しなかったら、これを装備できるってことか。あ、めっちゃ警告出る。ごめんね。あ、そういうこと。あ、てか、ってことは僕前回気づいてなかったですね、ここら辺ね。買ったのはいいけど。ギアは買ってこないとダメだね。ちょっとエンドレスでしょ？エンドレスになっちゃう。今日これで終わり動画。ウェーブ1。あ、てか、これ本当に絶対エンドレスでしょ？あ、やば。ちょっとエンドレスでしょとか言ってさ、全く、それを体感できる前に終わっちゃいそうなんだけど、大丈夫。ツインショットは場所によるけりかな。なんか、両方出てる安心感からね、敵をエイムするっていう気持ちがちょっと減りがちになっちゃうから、引き回避になってるかと言われるとね、ちょっと危ない時もある。よし。もしやるぞ。まあ、負けてもお金回収できるっていうか、まあ、エンドレスだから、これは。あ、危ない。エンドレスと言ったのはいいが、終わっちゃったね。スカン終わらないんで提出。あー、そういう感じなんですね。そういうゲーム結構多いですよね。インディ系は。じゃあ、ギア枠をいただきます。もらいました。ありがとう。あとは、意外とお金増えたから、バレットグリースかな。もらっておこう。あ、でも、まあ、ギアの装備数もあるか。ちょっと怖いね。それじゃあ、フロアレスに行こうか。フロアレスって大丈夫？地面ないとか、そういうことになってる。さあ、好きなのをつけろって話ですが、バレットグリースにしてみるか。今、ギア枠が、これはこんなもんでしょ？このギア枠3とか4とかっていうのは、ああ、なるほどね。そっかそっか。じゃあ、ウェーブガンにしよう。ウェーブガンだったら1個いける？ああ、面白いですね。コストがあるんだ。今更だけど。続きます。アイテムを忘れるな。ありがとう。さあ、新しいエリア行きますとか、行きまいてましたが、今までのところでちょっと練習の日々ですね。これ、あ、そっか、本当にフロアレスっていうか、まあ、地面ないんだな。まあ、主人公ふんわり動けるから、あれですけど。あーとなるわけだね、タイミング合わないと。まあ、十分時間はあるんで、まあ、敵も踏めますし、ここもあるし。あとは貴重。いつでもショットは打てる。どうしようか。ここぞという時かな。ああ、でも、ふんわりと浮く意識を持つためにはいいステージかなと思います。あいつ硬いな。さすがだな。嫌です。もう一体出てくるかな。出てきたら、あれ君だと思ったけど、あんま食べない方がいいよね。さっさと取った方がいい。吸収したいな。オッケー。お、ここじゃない？ここだった。気持ちいい。ありがとう。やっぱアルティマは強いですね。マップ行きます。そっか、これであ、なるほどね。こうやって別ルートから繋がることもあるんですか。ここのお店入ってみよう。やっぱ店長さん怖いね。なんかね、こわもてってこういう意味じゃないんだけど。なるほどね。
じゃあ、オーバーヒール、H 満タン時、ハートで最大 HP 増加。はい、スーパーノーバ、高っ。ドカンと吹っ飛ぶ。すごいね、めっちゃ高いね。あ、これ、アルティマか。ショップ一つ前、一つ目のブティック。一つ目あ、いや、まあ。いや、まあ、と思ったけど、目たくさんあるよね。まあ、そういうショップなんでしょうね。よし。そうね。ギア枠を増やしておいてもいいし、まあ、安くて買えるところから、別のところにも影響しますし、ね、生の心臓、最大 HP3。もう、すごい。価値ありそうですね。まあ、臓器取引だよね。やばいね。ただ、お金がね、結構要求数が、割とガチめになってきたので、頑張るしかないやん。じゃあ、さっき苦労したとこ行くか。電気行きます。今日は、実は嫌は変わるんだけど、敏感感波動もつけていこうか。これで。はい、行きまーす。お、今自分がこれダメ受けちゃったから爆発した音だ。へぇ。これどこに、あ、いたいたいた。敵の出現をちゃんとキャッチしてとっとと倒そうか。あと、爆発だね。あ、来まん。あ、あったね。あ、敏感肌はいいですね。ダメを。ヒット率が高い敵に対しては、そこそこ反撃の意味を持てる。どうかな？いけるかな？よし。危ない、危ない、危ない。ちょっときつくなってきたぞ。そろそろショット打った方がいいな。あー、やばい。見て。今欲しいものがあるとやっぱハートかな。ちょ、上でさっさと倒しましょう。あー、やばいやばいやばい。来ないで。美味しい。あ、美味しくない。くそ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、しまった。ぶつかった。大変ね。マップいっか。いや、このゲーム難しいですね。そこは面白いんだけど。じゃあ今日は、あ、ツインシューターにはできない。そうだな。ハートに、アリティマいらない説ある。いや、そんな、それはないや、それはない。今、ショップの数的に持って、装備できるショットこれ限界だから、敏感肌抜いて、ツインシューター法でいってみようか。こう、左右行ったり来たりするから、何か。あまりショットのエイムを考えないで行った方が、あれ？こんなステージだっけ？あ、こんなステージだわ。ごめんごめん。ショットの範囲は伸びてるんですよ。あ、でも一定なダメージ。えらく痛いね。あれはもらいに行こう。美味しい。こういう時便利だよな。便利なんだが、痛いな。あー、しまった。結局まあ、ダメか。横渡んないと。よくないね。ね。まあ、こっからこう、あいつはできるが。下を立って。いけた？隠れてるかな？大丈夫。何気な敵が湧いてくるのが怖い。あとだ、あれは絶対もらいましょう。で、帰り道でダメージ受けないで。怖い怖い。ね、あー、危ない。そうそう。片側の安全を確保して、ハートは3つキープしてる。終わった？いや、まさか。うーわー、気抜いたな。
2、ハート2。このステージ長くない？大丈夫？ハートはもらおう。アルティマが欲しいなぁ。あー、マジで。ちょっと待って、マジで。シャーやぁ。いや、マップ行きましょう。てかまあ、よく考えたらウェーブが上に出てるんだな。ステージを変える方法は、いや、ないね。ウェーブガンでいきます。で、こっちもつけます。まあ、さっきの戦法をまた戻す感じですね。よし。真ん中キープってわけでは。あ、こいつ爆発すんのか。そっかそっかそっか。ちゃんと意識しないとダメだね。敵の特性は相変わらずですか。で、内野にこれ壁とかすり抜けてるから、安全な牛から安全にね、撃ってもいいやつもいるな。上にいるよね。あいでいし。どこらへん。こいつらはまあ、撃って倒そうか。ハートを手に入れて。あれ今消えちゃいましたね。まあ、しょうがない。そうならいいんだよな。やっちまった。こっち。次こっち。ハートは。ハートを取りに行ってダメージを切ったら、まあ元の子もないんですが、痛い。ハートはそこそこ大きめに。痛い、やばい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 。怖いんだ。ちょっとね、あいつ踏まれる位置に来やがった。相変わらずハートは3つキープですね。危ない危ない危ない。怖いなぁ。2しかない、2しかない、2しかない。終わった。ナイス。はい、どこまで来ました。全然進まないですね、バウンス。中ボケで、まあ今いけるショットも、あ、ショットね、ショップもここら辺ぐらいだから、細かいもん変えたっけ？そんないないよ。あ、いけるか。オーバーヒール。アップグレードか。スペシャル。あ、ギア枠まだあるんだ。ギア枠買おう。あ、まだ買える。ね。オーバーヒールね。そこまでの余裕が今あるかというとないな。なんか超いっぱいあるよね、こう見るとね。ギア枠かな。あ、まだ買えるんだ。買っちゃいます。ちょっと次に期待っていうことでね。よーし。では、中途半端ではありますけれども、まあ、ステージ2をね、ステージ1の忘れがたみと含めてちょっと攻略したかなって感じです。まあ、やっぱり案の定結構難しいところもあるので、そこはね、もう装備強化していくしかないかなと思ったりとか、まあ、あと、何よりも自分の実力ですね。そこ大切にいきます。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきましょうか。またよかったら続きもやるというか、続きも出ると思うんでよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。さよなら。